do tempo à toa hoje. Obrigado por escolher a nossa arquitetura. Musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud de l'université. Perpétue l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. するみたいなのでちょっと入れました。おはようございます。最近ですね、パリは結構すごい晴れてて、10月にパリが晴れるって割と珍しいと思うんですけど、気持ちいいあの気候なので、こういう部屋私はもうもっぱら洗濯をしてるんですけど、今年すごい頑張ってるのはニットの洗濯なんです。ニットをなんか最近記事で読んだらやっぱり残念ながら本当に長生きさせるには手洗いに勝るものはないらしくって、それを頑張ろうと思ってモチベーションを上げるためにもこれを買いました。スティームリーというのはあのストックホルム あのブランドのウールとシルク用 あの洗剤で、多分ちょっとさっと調べた感じ日本にはないんですけど、日本だったらランドレスとか使ってたかな。でローズとムスクのすっごいいい香りなので、あのシルクは最近すごいパジャマをよく着てるので、シルクはこれで洗濯機で洗って、ウールはこれで手洗いをあのしてます。今日は本当に天気がいいから、まずは、洗濯を頑張ろうと思います。今日はですね、あの彼が結構大きい仕事が終わったみたいで、ゆっくり夜ご飯食べれるよってことだったので、ちょっといつもよりちゃんと作ろうと思ってるんですけど、スペイン人の友達に教えてもらったすっごい簡単で美味しいっていう前菜があるので、それとその料理はタコとポテトを合わせて調味料かけるだけみたいな、すごいシンプルで簡単なものなので、それとあとは、すごい気に入ってるイタリアンがパリにあるんですけど、そこで食べた野菜、グリル野菜の前菜がとっても美味しかったので、それを真似しようと思ってます。で最後にパエリアも作って終わりにしようと思います。多分あの今日の大きな仕事でちょっと遅くなるみたいなので、帰りが先に娘だけパエリア食べさせて、寝かせて、あとは夫婦でゆっくり食べようかなと思ってます。ではちょっとスペインな気分で料理したいと思います。皆さんもぜひよかったら一緒に作ってみてください。赤ズッキーニとかナスとか赤パプリカを切ります。初めてのアーティチョーク、ちょっとググりながら使います。
べる場所がここなのかもわからない。これだ。大丈夫大丈夫。すごいちょっと。これのあと倍ぐらいしかないです。変色しやすいらしいので、レモンをかけます。ご飯食べたい？食べたい、うん、食べましょうか。食べましょうか。これアレックスに教えてもらったレシピで作った。言ってたっけこんなの。うん、あ、なんかあれか、サンセバスチャンのレストランの看板メニューか。天才じゃん。手よくできるじゃん。こんにちは。元気ですか？今日はですね、すごい楽しい日なんですけど、まず髪を切りました。なんか本当のショートにしました。どうでしょう。で、多分顔が完成してないのに今聞かれてもって感じだと思うんですけど、髪を短くして、結構人生でショートのこと何回もあるんですけど、今回も結構こだわりを持っていろいろオーダーさせていただいて、結構私のショートはピッとタイトの方が私は似合うタイプなので、タイトにしつつ、でもここが本当にタイトだと結構そのすごいコンサバっていうか、なんか綺麗めにまとまりすぎる髪型かなと思ったので、ちょっとここを残してもらってて、残すとちょっとピュッて出て、なんとなくコケティッシュな感じの雰囲気を出してくれるかなと思って、そんな感じでオーダーしてます。で、髪はもうめちゃくちゃ分け目は七三っていう感じにして、で、後ろはあんまりこう上がボンってなって下がキュッてなる感じじゃなくて、普通なんか自然な丸みでっていう感じで、オーダーしてます。気になる方が いないかもしれないけど。そして今日はですね、ファンドシオン・ルイ・ヴィトンのアートを見に行って、あとその後お寿司を食べに行くというデートの日なので、ちょっとメイクを軽くご紹介したいなと思ってます。で、あまり私は新しいものないんですけど、リップだけはすごい 新入りですっごい気に入ってるので、それをご紹介するんですけど、まずアイメイクをしていきたくって、今日はワインレッドのリップに合わせたメイクにしていきたいと思います。ワインレッドとか赤とかそういうリップにした時に、目元に結構濃いめの締め色を入れると一気にバブル感が出ると思うんですよ。私の顔は特にそう思ってて、なんかおばあちゃん降臨って感じになっちゃうんで、そこを結構気をつけるようにしてるので、そんな感じでご紹介したいと思います。まずはサンローランの
アイシャドウなんですけど、これも前に出てるんですけど、ナチュラルな色ですっごい密着感が良くて、密着感があって、でしかもすごい粒子が細かくて綺麗なので、この下まぶたとかに入れるためもすごいなんか綺麗なんですよね。でも結構ぎっしりパールが入ってるので、指でつけるといっぱいつけすぎちゃって、厚塗り感が出るので、私はこれはブラシで今日つけます。めちゃ綺麗です。すごい気に入ってる。ベースのカラーはこんな感じで完了です。これも前に出てるんですけど、シャネルのレベージュのパレットを使います。で今日はピンクを使います。ワインレッドとかのリップの時にただのベージュとかそういうベーシックな色で目元をしても可愛いんですけど、こっちにもね、なんか明るい色が入るとすごい可愛くなるし、おしゃれっぽくなるので、そんな感じに普段してます。で、この濃いピンクを使っていきます。シャネルのこのパレットは、可愛いんですけど、結構粉のね、密着感が弱いと私は思ってるので、さっきのベースカラーをしてからの方が、なんか綺麗につくかなと思います。それか、アイシャドウベースを使っていただくといいと思います。で、濃いカラー、これは指にとって、こんな感じの色です。可愛い色です。次にアイライナーを入れます。アイライナーは、普段、いつものアイライナーで。で、ちょっと、今日は、唇にポイントもあるんだけど、ちょっとキャッツアイっぽく、なんかお洋服にも合わせて、特別な感じもあるし、したいと思います。こんな感じです。こっちも全部引くと結構私は目がつぶれて見えちゃうので、黒目の外側だけ入れてます。で、なじませる感じで、さっきのシャネルの一番濃い紫をちょっとだけ取って上からなぞります。キャッツアイを上からちょっとなぞる。で、この濃い色をこう全部にしっかり締めちゃうと、それもまたちょっとバブルっぽくなっちゃう。ちょっとなんかこうまだって感じになっちゃうので、外側のキャッツアイのところだけします。で、アイメイクはいつものマスカラをここにしておしまいです。今日は上下つけます。なんか確かに根元からつけない方が一日の中で目があんまり疲れない感じがして、わかんない、プラシーボ効果かもですが、そんな感じがしています。で、ちょっと目尻側を重めにつけます。ちょい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 。で、余ったので目の下もつけます。こんな感じでアイメイクが完成です。すごい変わってきた元の姿に戻ってきました。で、次が今回すっごいお見せしたかったリップなんです。サンローランのリップで最近買ったんですけど、めちゃくちゃいいんです。処方的にはシャネル のすごい日本でも人気のもの、ちょっと名前書いておくんですけど、に結構似てる感じで、落ちにくいけど割と軽いものって感じですね。でも割とピグメントが多い感じがして、色づきはすごい、いいと思います。これこの間紹介したシャネルの本当に落ちないっていうリップ、それもすごく良くて、なんか使い分けとしては、私はやっぱりあっちのシャネルのリップは本当に落ちないんですけど、その分べったりつくし、あんまりこう被膜感が強いっていうか、見た目にもつけ心地にも、こっちの方が割と素の唇を生かした感じになるんですよね。なのでシャネルの方がその長持ちはするの でちょっと落としにくかったりもするので、何が何でも落としたくないっていう日に使ってます。例えば YouTube の
撮影とか YouTube のない方だったらその長いプレゼンをするとか結婚式に参列するとかパーティーとかそういう時に使うといいかなと思います。で、私は撮影じゃない時はこっちを使ってて、こっちもすっごいめちゃくちゃ可愛いようで本当に綺麗なローズなんですけど、若干ちょっとブラウンっぽさがあるので、なんかローズだけどおしゃれ感もすごい出る、でもちゃんと顔も明るく綺麗に見える、めちゃくちゃ気に入ってます。どんなメイクにも合うし、とにかく普段はこれをよく使ってますけど、ちょっとお出かけの日とか特別感出したい日にはこのワインレッド、ワインレッドって言ってもすっごい重い赤ワインっていう感じじゃなくて、ベリー系の、そうカシスとかベリーとかそっち系のちょっと軽めの赤ワインって感じの色です。まあ、塗りますね塗ります。つけ心地もめちゃくちゃ良くってほんと最高です。こういう色ってすごいしっかり縁を取るとちょっとしっかり見えすぎちゃうので、割とこう最後で仕上げるようにしてます。はい、完成です。こんな感じの色で、すごいおしゃれ感もあるんだけど、渋くなりすぎなくてすごく絶妙な色でとっても好きです。で、顔も整ったことだし、デートの前にとか、あとは1週間に1回とか自分のケアをしたい時に使っているものも、ちょっとご紹介したいものがいろいろあったので持ってきました。まずはこれなんですけど、クレイドのクレイマスクです。これはもう何年も使っていて、東京のビオトープで買ったかな最初に。これが本当によくって、1週間に2回ぐらいかな、お風呂に入りながら気になるところだけパックしてます。 T ゾーンとか顎とかで、周りの他のところは乾燥しちゃうからオイルとか塗りながら、日本のお風呂だったら乾燥しないかな。すごいもう速攻性があって肌がつるんとなるので、大事な日の前はこれを必ずしてます。で、次にこれ、このブランドのボディースクラブ、これもすごいよくて、これはパリで出会ったんですけど、ラ・ブルーケット、ブラケットっていうブランドのスウェーデンのものらしく、そのこのスクラブで肌をこう手入れすると本当に体の肌がめちゃくちゃ柔らかくなってとっても気持ちいいので、すっごいおすすめです。日本にはないと思ってたら、ちゃんと路面店があるみたいですね。あとはケアっていうか香水、香水が私は今日はこれをつけました。ディプティックのルンブフタンロっていう、ディプティックの中でもかなり一番ぐらい有名な香りかと思います。ローズとカシスの香りで、でもちょっとしたスパイシーさもあって、王道の華やかローズとはちょっと一線を画すような、とても大好きな香りです。裏のね、このスワン、すごい可愛くて、家族でよくパリでお出かけに行く場所があるんですけど、ほんとこういう感じのところなので、なんか思い入れもあってとても好きです。お出かけしていきたいと思います。お出かけの様子も本当に、多分今日のファンデーションルイヴィトンとかすごい素敵だと思うので、ビデオに撮ってきます。では行ってきます。 Je parle des fois tu ne m'entends pas Comme un écho qui s'évapore dans l'univers Sans retour tu me laisses en revoir Cloué perché dans le vide de cette éternité Je pleure, je crie, je bois même parfois Je regarde vite sur les photos des belles années Je meurs tu ne vois pas Je meurs tu ne vois pas Je meurs tu ne vois pas On meurt